札幌市の砲兵館厨房です。今回も柔らかく冷めてもジューシーなステーキ弁当、十勝和牛を含め北海道産牛を数多くお持ちしました。その中でも今回ご紹介させていただくのが十勝和牛カルビ昆布熟成ステーキと天然ホタテステーキ弁当になります。こちらは赤身の美味しいステーキになります。こちらをですね、低温調理でじっくりアミノ酸を含んだ赤身の美味しいステーキをご用意させていただきましたので、ぜひ会場でご賞味ください。お待ちしております。